ブンブンハロー、YouTube、どうも、サルです。今回は現在予約中で間もなく発送が始まる新型の FIRE タブレット FIRE HD10 がかなり人気なようで発送日が少しずれ込みそうですので最新の発送予定日それからスペックや特徴などについても改めてご紹介したいと思いますまずは現時点での最新の発送予定日ですが 当初は10月30日を予定していましたが最新の情報によると11月上旬となっていますただ予約開始直後に予約をした方の場合はおそらく10月30日に届くかと思いますあくまで今から注文した方に届くのが11月上旬になるということかと思いますファイヤー a プレットは7インチ、8インチそして10インチのラインナップがありますが10インチのこのファイヤー h 1 0は 2年に一度だけ新製品が発売されます。ですので、久々の新製品ということで、注目度も高く人気があり、予定していた数よりもかなり多くの注文が入っているのではないかと思います。では、改めて、この新型のファイ e タブレットフ Fire H10 の2019年モデルのスペックや特徴などについてご紹介したいと思います。まずは特徴から簡単にご紹介しますと、今回のファイヤー H10、外見上の大きな特徴としては、 これまでなかったホワイトとブルーのラインナップが追加されています。これまであったブラックのモデル、それから新たに追加されたブルーのモデル、この二つについては前面のデザインは基本的に同じで、ベゼルが黒いデザインとなっています。ただし、ブルーと同じく今回新たに追加されたホワイトのみ前面のデザインが変わっており、このようにベゼルまでホワイトになっています。 ですので、これまで白い Fire タブレットが欲しいと思っても、ラインナップにありませんでしたが、今回やっとホワイトのモデルが購入できるようになります。その他、これまでと共通の特徴としましては、Fire タブレットというのは、ベースは Android となっていますが、独自の FireOS というユーザーインターフェースを搭載しており、 一般的な Android スマホで使える PlayStore にも非対応となっています。もちろん少し特殊なことをすると PlayStore をインストールすることはできますが、その辺あまり詳しくない方の場合、PlayStore をインストールする際はとても面倒に感じるかと思いますので、基本的に Android タブレットとして使いたいというのであれば、この Fire タブレットよりは他の Android タブレットの方を購入した方が、すぐに PlayStore からアプリをインストールすることもでき、そっちの方が使いやすいかとは思います。 とはいえ、この Fire タブレット最大の特徴はとてもコスパが高いというところです。そもそもこの製品を Amazon が販売する理由としてはタブレットで利益を出そうというよりはこのタブレットを通して Amazon のコンテンツを購入してもらうという意図がありますので端末自体の価格はかなり抑えられています。通常ですと国内で販売されている Android タブレット10インチのモデルを購入しようとすると安いものでも2万円程度するんですがこの製品は それよりも5000円以上安い価格で販売されています。特殊なことをしなければ、プレイストアをインストールすることはできませんので、基本的に Amazon のコンテンツを見たり、またネットで何か調べ物をしたりというのが主な使い方になるかと思います。また、この最新の FireHD では Alexa に対応しているため、インカメラを使ってテレビ電話をしたり、またスマートスピーカーのようにして使うこともできます。なんといっても FireW の中でディスプレイサイズが最も大きいため、 個人的には映画などを見るのに最も適した端末かと思っています。では、この新型の Fire HD10、スペックを紹介すると次のようになります。参考までに現行モデルの Fire HD10 のスペックも右側に記載しています。今回発売される最新モデルは2019年モデル。Amazon では2019年モデルをその成績の最後の一桁をとって第9世代という風に呼んでいます。 ですので、これまで販売されていた2017年モデルは最後の7を取って第7世代と呼ばれていました。今回発売される Fire 1.0イイ第9世代のモデルのスペックとしては CPU が 2GHz のオクタコアとなっています。CPU の型番自体は発表されていませんが、メディアテックの公式ページを見ると 2GHz でオクタコアの CPU というの、MT8785 などが該当しますので、 おそらく、この型番の CPU が搭載されるのではないかと思います。この辺は、実際に Fire 1 0を購入して、内部情報を解析した後、実際にどの CPU が使われていたか、ということについては、また別の動画でご紹介したいと思います。RAM については 2GB で、これまで販売された Fire 1.0と共通です。また、同じく ROM についても、32GB、または 64GB と、これまでのモデルと共通。ディスペンも同じで10.1インチの 解像度 1920×1200 ドットカメラについてはアウトカメラはこれまでと同じ200万画素ですがインカメラは200万画素にアップしましたこれまでは30万画素で自撮りをしたりする際などは特に画像が荒かったのであまり使い道はありませんでしたが200万画素になったことによって多少自撮りもマシになりましたバッテリーについてはこれまで最大10時間苦労だったのが 12時間駆動に2時間アップしています OS についてはこのように同様 Amazon 独自の FireOS が搭載されていますそして価格についてですが CPU の処理速度それからバッテリー駆動時間カメラのガス数などがアップしましたが価格は据え置きで 32GB モデルは15,980円 64GB モデルは19980円となっていますもちろんスペックがアップしただけではなく 国内については増税もありましたが、それでも価格は据え置きということで、これまで以上にお買い得なタブレットとなっています。では、今回発売される FireHD と、すべての人におすすめかというと、実はそうでもなく、やはり先ほどご紹介しましたが、Google のプレイストアが最初からインストールされていませんので、通常の Android タブレットとして使うという場合は、少しその辺知識が必要になってきます。 また、2GHz のオクタコアになってスペックアップしたとはいえ、現在販売されている iPad などと比べるとスペックはやはり低いので、特に 3D グラフィックスを使ったような重たいゲームをプレイする場合、また動画編集などをこのタブレットを使ってしたいという場合などは、あまりそういった重たい作業は得意ではありませんので、そういったことをやるのが目的ならば、やはり素直に iPad などを購入した方がいいかと思います。あくまでこの製品は、 映画などの動画コンテンツを見たり、またネットで調べ物をしたり、その他スマートスピーカーと使ったりなど、そこまで重たい処理をしないことが目的のタブレットとなっています。ですので、人気タブレットとはいえ、誰もにお勧めできる製品ではありませんので、その点は注意が必要です。ちなみに特徴について一つ言い忘れましたが、今回の FireHD10 から USB 端子が Type-C になりました。Type-C というのは、向きを気にせず刺すことができる端子で、 最新のスマートフォンなどに搭載されている端子になります。ですので、これまで従来の FIRE タブレットを使っていて、そろそろ買い替えたいと思っている方は、USB 端子がタイプ C になったことにより、スマートフォンなどの充電器もそのまま使えますので、より使いやすくなっているかと思います。冒頭でもご紹介しましたが、本来の発送予定日は10月30日でしたが、現在人気はとても高いようで、今注文したら11月上旬になる予定です。 それでも欲しいという方は今から注文してもいいですが、そこまで急ぎではないという方の場合、だいたい1、2ヶ月に1回は必ずセール価格になって販売される商品です。セール期間中は通常は15,980円のモデルでも約1万円で販売されたりします。ですので、この新型のファイヤー1店欲しいけれど、そこまで急いではいないという場合は、 セール価格で販売されているタイミングを狙って購入するというのもいいかと思います。もしこの新型の FIRE HD10 がセール価格で販売されましたら、すぐにこのチャンネルの方でご紹介したいと思います。ということで今回は新型の FIRE タブレット t FIRE HD10 の発送日について変更がありましたのでご紹介しました。また何か新しい情報がありましたら、別の動画にてご紹介したいと思います。なお、この新型モデル販売ページのリンクについては、 動画の概要欄の方に貼っておきます購入を検討されている方のほか詳細な特徴など気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください今回は以上ですグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします